皆さんこんにちは。大河炎鵬で瀬ヶ崎瑞希役を演じました樋口晃平と申します。だよちゃんを演じた益子敦貴です。聞きましたか、はい、あっちゃん。はい、なんとね、あっちゃんが言うのがすごい苦戦してた。何でしたっけ、せーの、ガガウララで、はい、なんとですね、はい、あの大河炎鵬の第1話の再生回数が歴代1位になったそうです。いやちょっとね、意識飛びそうでしたよ。飛んでないじゃん。飛びそうって言ったじゃん。飛びそうって言ったじゃん、でもマジでもめっちゃびっくりしました。嬉しすぎて。ありがとうございます。いや本当に本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。そしてね、海外の皆さんもね、日本だけではならず、海外の皆さんを見ていただけるのはすごい幸せなことだなと思いますよね、はい、本当に。あのそんなガガウララス来ました。そんなガガウララさんから今日はいくつか質問をね、はい、あの預かってるらしいんですよ。なので僕たち2人が答えていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お気に入りの季節はということで、ガガウララ様からいただきたい。フェイバリットシーズン。 Yes 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 Oh my gosh Oh my gosh Gosh Oh my gosh ダッサ。なんか、まあお気に入りの季節。俺？何？ちなみに。俺が言うの？じゃあもう言っちゃっていい？いや、じゃあなんで聞いた？いやっていう。いや、どっちからがいいかなと思った。じゃあ僕から言おうか、はい。僕は冬が好きです。冬大好きです。なんでかって言うと、暑いのが僕無理で。冬ってこう着込めば、こう着ればなんだろう、いいじゃん。わかるよ。でも夏いと脱ぐってマックスが暑いって脱ぐとマックスがあるんですよ、もう裸になっちゃったらもうできないんで。確かにちょっと冬が僕大好き。あとなんか青春感じます、冬。あ、冬の方がね、うん、ああそうなんだ。じゃあまっちゃん。まっちゃん。いやマシコさん。まあ確かに待ってはいる。まっちゃん、あとまっちゃんはそうですね、僕は秋ですかね。お、うん、そうなんですよ。なんでしょう、やっぱりこの、まあ、ドラマが体感予報が放送されている季節っていうのも、まあ夏から始まってはいるけど、もう秋に差し掛かってもいるし、もう食欲の夏です。秋、夏ですよ。8月、9月。9月って秋なんですかね。秋ですよね。秋ってことにしといて、まあ食欲の秋、暴食の秋、スポーツの秋、本当？そしてドラマ体感予報の秋というと、僕は秋が好きです。秋らしいです。はい、では続いての質問いきたいなと思います、はい、明日は晴れなので、はい、この男は俺を抱くだろう。初めて設定を聞いた時どう思いましたか？いやそうですね、僕はもうなんだろう、この設定を聞いた時というか、漫画を原作を読ませていただいた時に、はい、これは結構あのいろんなといろいろ話してるんですけど、やっぱり水木の魅力だったり、もちろんそれは陽の魅力ももちろんですけれども、こう水木の魅力みたいな部分をしっかり見せていかないと成り立たないなと思ったので、やっぱり僕がこう見せる仕草で陽演じるあっちゃんが、あっちゃん、あっちゃん演じる陽がこうそんぐらい分かんなくなるぐらい、本当そのあっちゃんがいい表情を引き出せればいいなと僕も思ってたので、だからこうドキッとするような仕草だったり表情だったり、この見え方っていうのをすごい気にしてたので、なんかそのなんだろうな、やりづらさとか驚きみたいなのはもう本当聞いた瞬間だけでした。なるほどね。本当ですか？はい、さあみたいな感じでした、僕は。はい、僕は、その設定自体を聞いたときは、まあ、すごくよくできてるなというか、まあ、気象解説員で、その天気に左右されるというか、まあ、そういうあまりないシステム、はい、設定に驚きと、なんだろう、こうインパクトの強さに圧倒されましたね。でも、やっぱ僕ら2人だからこそ、そのインパクトに負けずにリアルな瀬ヶ崎瑞希とダヨちゃんを演じることができたんじゃないかなと思って、そこはね、反響を見たら、あ、成功できたね、よかったねとは思わざるを得ないですよらしいです。らしいです。らしいです。はい、ありがたい。
はい、はい、第3話では横浜で台湾風唐揚げジーパイを食べていた2人ですが、はい、好きな台湾料理は何でしょうか。あー、僕台湾料理大好きなんですよ。え、そうなんだ。多分でも僕小籠包大好きです。あ、小籠包いいよね。うん、わかる。小籠包大好きです。え、どんなところですか。食べやすい小籠包があるじゃない。小籠包は食べやすいのか。小籠包食べやすいし、僕もともとその肉まんとかそういう味が好きなんですよ。あのにもかかわらずすごいちっちゃくて食べやすいので、あの大好きですね。僕はスプーンに乗っけてちょっと皮をプツンってやって、その出てくるこう肉汁がブワーって出てくるのが、はい、でも僕が好きな台湾料理は台湾ラーメン一択です。小籠包ちゃうんかい。僕ラーメンなんだ。ラーメンということで、はい、はい、仕事以外の時間は何して過ごしていますか。何してますか。これがね、僕ちょっと問題なんですけれども、うん、趣味が僕サウナなんですよ、うん、あ、そうだよね。サウナ大好き。サウナばかり行っていて、サウナかもうちょっとウォーキングしたりとか。あ、ウォーキングね、うん、なんか家の周り歩いたりとかっていうのをよくするんだけど、でもサウナでさ、こう、まあ、頻繁に行くじゃん。でも一人で行くことも多い。一人で行くこと多いですよ。こう結構長い間サウナに入ってる。入ってますよ。何を考える。だからこれがもう無になれるというか。あ、そのサウナに入ってる瞬間は、例えばあのなんだろうな、じゃあ例えば大会の方だったとしたら、大会のあのシーンの瀬ヶ崎のあのセリフ、もっとこう言えたんじゃないかなとか、はいはい、もっとダヨちゃんとの絡みをこうすればよかったなとか、うん、アドリブもっとこうすればよかったなとかがあるんですけど、うん、でもそのサウナ上がって水風呂入るともう無になるんですよ。あ、なるほどね。無になっちゃいます。はい、無とはって考えるの。無です。あ、僕はあの多分公平めっちゃ思うかもしれないけど、俺めちゃくちゃあの僕 SNS 上での反応が早いと思ったことありませんか。あ、確かに。俺ね、ずっと携帯触ってる。なのになんで俺の LINE はさ、メッセージね。俺のメッセージめっちゃ既読遅くなる。いや、ちょっとね、溜めちゃうんですよ。何件、何件溜まってる。120件ダメですか。では、続いての質問に行きたいなと思います。はい、はい、撮影が終了してお互い別の仕事でね、お忙しくなっていると思いますが、急に会えなくなって寂しいです、寂しくないですかっていう質問。うん、僕はね、なんか会ってない感じがしないんですよね。まあそうだよね。毎週、うん、インスタライブとかも本当皆さんが来てくださったりとかもしていますし、そこでも2人でたくさん喋るし、うん、あとやっぱ連絡を取りますので、うん、ね、会えてないとはいえ、やっぱあと取材とかね、うん、本当体感予報を皆さんが盛り上げてくださってるおかげで、うん、いろんなお仕事が、体感予報関連のお仕事が、そうですね、はい、あるんですよ。そこでこう2人でね、月1会ったりとかもあるし、その後、はい、ご飯食べに行ったりね、うん、しますし、だから、会えてないっていう感覚が今まだないです。まだないよね、うん、どう。でも僕も体感予報が今それこそ、はい、放送されている最中じゃないですか。だから、いたずらしてくる。その放送が全部終わった後はロスになりかねないですね。あ、そうだね、うん、最終回ちょっとそうシーズン2じゃない。あ、ってことはシーズン2じゃないと思いますが、これは覚えて、まあ、映画化とかもあるんじゃないですか。わかんないですけど、伺うような皆さんが応援してくれれば、はい、もしかしたらシーズン2かもしれません。じゃあ続いての質問に行きたいなと思います。一緒に旅行に行くならどこ？という質問ね。はい、どこですか。どこだろう。でもさ、温泉好きなんだよ。俺は大好きですね。だから俺は温泉の写真が見えた時はもう温泉と思いました、うん、って思います。はい、僕は待って待って、違うの。9分そう、俺9分行きたい。9分行きたい。9分行きたい。俺も千と千尋の神隠しのモデルとなった山の中。ガチモン。本当に9分行きたいです。僕ガチモン。やっぱ写真とかね、撮りたいよね、うん、はい、はい、樋口さん、続いての質問いきたいなと思います、はい、樋口さん、瀬ヶ崎瑞希さんに恋のアドバイスをお願いします。お、え、なんてよ、したってしたって。でもやっぱ僕がちょっと逆に瑞希にこうアドバイスしてほしいなと思うぐらいいい
こう陽に対して全然こう素直になれないですけど、うん、俺はだよ、うん、俺はあの行動を取ってたら陽が気づけようと思います、はあまあ、確かに言葉はないかもしれないけど、あれほど好きだよって言ってる行動って俺あんまないと思うんだよね、うん、だからなんならやっぱり男としてちょっとこう憧れじゃないですけど、うん、僕は結構真逆なんですよ、うん、瀬ヶ崎瑞希にはないタイプで、結構はっきり気持ちも言うし可愛いなと思ったらにしたら言うし、うんうんうん、なんだけどこの要は、あ、要じゃない、瑞希はなかなか言わないじゃないですか、言わないですね、だから言わないなりの正義みたいな、はい、僕はこう言葉でちゃんと表すけど別にそれが正しいとかじゃなくて、うん、なんか別にだからなんだろう、言葉で表せよとも言えないので、うん、なんか僕はそのまま突き進んでほしいなと思います。だからちょっとよう気づいてくれればな。いや違うよ、多分瑞希もあの言って気づいてないことに気づいてない、だから気づいてないと思うんじゃなくて、瑞希は多分それを受け止めた上での態度なのかなとか思っちゃってる。ワンチャン、あ、ワンチャンス、なるほどね、あの気づいてると思ってる、そう気づいてるんじゃない、だから鈍感と鈍感のぶつかり合えないと、だそれを言ってる時、そうやった、はい、あ、でも分かる分かる、そうそうそうです。じゃあ益子さん、益子さん、はい、棚田陽さんに恋のアドバイスお願いします。いやもう1時間じゃまとまらないぐらいあなたはありますよ、うん、はい、まあ僕にねアドバイスされてもちょっとあの嫌かもしれないんですけども、なんでだよちゃん、じゃない、そうか、だよちゃん、まずですね、その環境に感謝しましょう何よりやっぱ好きなことをねやらせていただいた上に、まあ、あの家もあの食事代も全部あの瑞希に持ってもらって、で瑞希は会食とかも行かずにまっすぐ帰ってきてくれる、そうだよ、そこそこ高級通りだよ、そこそこ高級通りだしやっぱいいんですよ環境も全ていい、ね、まあ、その上でもっとねご奉仕をしてあげるじゃないですけど、いろんな面で、すいません、ちょっとそれはあれなんですけど、ごめんなさい、間違って意味に捉え、あの、はい、こう、瑞希にあのもっと気持ちの面でね、あの素直にストレートに心の中で収めるのではなく、ストレートに言ってあげることが大切なんじゃないかなと思っています。デオちゃん、頑張って、続いての質問に行きたいなと思います、はい、お互いにクリスマスプレゼントを渡すのは何を贈る、うん、俺これはあっちゃんに対してですか、それともみずきがようにですか、ここに、あ、じゃあ俺があっちゃんにね、うーん、アクセサリー、俺は、あ、アクセね、あのね、うん、あっちゃんこう見えて皆さんこうかわいい今ね、ガガウララの皆さんは可愛いあっちゃんを知らないしか知らないかもしれないじゃないですか、はい、ですがこうあのグループをやってるんだよね、はい、グループをやってるんですけども、はい、あのそのグループ内でのあっちゃんはとてもかっこいい、あ、ありがとうございます、その時のね、あっちゃんにつけてほしいアクセサリーを送りたいなと思います。うわ、嬉しいです、それはめちゃくちゃ愛を持ってます。公平でも僕はどちらかというと本当に欲しいものを送りたいので失敗したくないから、俺も本当に欲しいものをあげたいなと思った。いや、俺アクセ欲しい、だから正解はいい、でも公平分かんないから欲しいものは、だから足りてないものがないから、いや、それを自分がそういうゲーム、ゲームというか、ゲームというかそういう、え、何欲しい、それをあなたが、あ、聞き出す、聞き出すと、まあ、全部なんだろう、ピアスとか確かに、ピアス、アクセサリー同じってこと、アクセサリーですからね、そう、形としても残るじゃないですか、やっぱあっちゃんからもらったんだこのピアスって言ってもらえるし、じゃあ同じってこと、アクセサリー、アクセ、アクセ、もアクセサリーということです、はいはい、益子さん、はい、ガガウララを5回続けて言えますか、樋口さんはお隣で応援しておきますはい、樋口さん、いや今回は言いましょう、いやあれね、失礼ですからね、言えないと、だってだっておかしいでしょ、マシココさんって言われてるようなもんだから、まあ確かに、マシココさん、でもあれね、ガガウララを単体では言えない、うん、でがつくと言えないだけ、あ、ガガウララで、じゃあガガウララで、ガガウララで
ご覧の皆さん、いつもありがとうございますって言ってください。ガガウララでを5回続けて言って、よろしくお願いします。そう、行きましょう。ガガウララで、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 あ、ガガウララで、もうガガウララで、そう、ガガウララで、ガガウララで、ちょっと宿題にさせていただきます。はい、皆様。はい、ありがとうございます。BL タイプ4、All Things BL and More。はい、はい、続いての質問に参りたいなと思います。一緒に旅行に行くならどこ？ということで。ガガウララさんの本社のある、ちょっとこれはすいません、読めということだと思います。いやいやいや、ごめんなさい、ごめんなさい、ここ、あー、はいはいはい、どこだ、どこって俺も読んでいいのかって、ごめんなさい。